皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。ボンドカーズ東京では今まで車両紹介を土井店長とお届けしてきたんですけれども、2021年から人事異動がありまして新体制になりました。なので初回の今回は新しくボンドカーズ東京の店長になったスタッフを紹介したいと思います。はい、じゃあ改めまして紹介します。新しくボンドカーズ東京の店長になった高野店長です。よろしくお願いします。で今回は、最初にも言ったんですけど車両紹介の動画じゃなくて、まずはちょっと高野店長がどういう人間かを知ってもらうちょっと自己紹介の動画にしようと思います。でちょっとその自己紹介の前にちょっといろいろボンドカーズ東京店長っていうと、話がややこしいんで、ちょっと改めてご紹介させていただくと、ボンドカーズ東京っていう風になってるんですけど、一応ボンド東京ってあって、そのカスタマイズの方の店長と、カスタマイズというかそのショップの方の店長と、あと車両販売の方の店長で、今回その車両販売の方の店長が、高野店長、で、ショップの方カスタマイズとか整備の方はいつもの内山店長っていう形になってます。なのでちょっと店長とちょっと話がややこしくなっちゃうんですけど一応車両販売の方の店長の今回紹介になります。はい、であとは自己紹介なんですけれども、やっぱりこの業界、自己紹介って言っても多分一番分かりやすい方法、もうその人となりを表すものといえば多分愛車遍歴じゃないかなと思うんですよね。どういう車に乗ってきたとか、あとはその車ももう1台の車は長く乗るタイプなのか、こうどんどん乗り換えるタイプなのかで、やっぱりこの今後の車両紹介した時にこう同じことを言ってもこう説得力がやっぱり変わってくると思うんですよね。なんで今回は高野店長の愛車遍歴をお伝えしたいと思います。噂によるとかなりすごいらしいんで、はい、ちょっと覚えてないですね。覚えてないですか。はい、はい、ちょっとお届けしたいと思います。はい、でちょっとその愛車遍歴の前に、ちなみになんですけど、僕と高野店長実は同期ですそうなんですよね、最近知りました。そうです、今度の4月で丸11年っていう、そうです、で年齢的には僕より2個3個、僕は34です。じゃあ4個下、になります。で4個下なのに愛車遍歴がすごいということでまず最初からいきましょうか。はい、はい、初めて買った車でしょ。初めて買った車はポルシェの964ターボ。本当に？はい、964ターボ。あれ一番最初なの？そうです。あれが自分がちゃんと買った車の初です。ちなみに僕が高野店長の愛車で知ってるのが唯一その964っていうあれ最初なんだ。そうです。社長にボロクソ言われましたけどね、ポンコツだなんだっていっぱい言われましたけど、真っ赤な964ターボ、こちらですね、ドンガラ仕様のレース仕様、もうバリバリのレーシングカーみたいな。そうですそうですそうです、そうです。もうエンジンかけたら近所迷惑みたいな。そうです。あれ一番最初なんだ。そうですそうです。あれで通勤してました。なるほど。はい。でそこから結構こうわらしべ少女じゃないけど、いろいろありました、いろいろありました。その次買ったのがジムニー。ジムニー。はい。それ964を出してジムニー買ったの？いや増車です。でしょ？はい。やっぱ使いづらいから、普段使いするためにあの古いJA11 っていうジムニーを買って、でそれで山遊びとか川の中入ったりとか横転したりとかで遊んでます、はい、なるほど、はい、2台体制で。そうですそうですそうです。でその964も今こう964って言うとすごい、もう最初からロケットスタートだねって思うけど、当時は当時は全然そうだよね、クーレバブル前だったんだよ、全然バブル前なんで全然安かったです。割と安く買えちゃったっていう。そうですそうです、はい、で、964ジムニーと来て、ジムニーって、ニュービートルのカップカー。本当にあんま知ってる方いないですけど、ワンメイクレース一時期やってたんです。へ、そのワンメイク車にナンバーがついてる車が出てきたんで面白いなと思って、ビートルの左ハンドル、マニュアル、ロールゲージ、でコックスが輸入してる、2人乗りです。コックスが輸入してる車で、はい、すごく面白かったですよ。それも増車？それも増車です。本当に、はい、3台体制じゃん。そうですそうです、今この時点で。そうです。でサーキットとか行ったりちょっと遊んだりとかしてましたね、はい、もう最初からなんかとてつもない車歴が始まってますけどちょっと偏ってますね。そうだね、もう本当にだエアコンついてる車はまだないですよ、そこまで、はい、エアコンをエアコンはまだ変えてないです。エアコンついてる車変えてないです、はい、まだまだ先です。でそこまで3台目、はいはい、次行きましょう。で次は、ご縁があって、レンジローバー、クラシックレンジ、ファーストレンジのバンテンプラスロングボディ、エリザベス女王とか、昔 の, そのイギリスの人たちが乗ってたようなロングボディのレンジを買いました。はい、砂漠のロールスロイス。そうですそうです。あとはローバーミニと、いろいろちょこちょこその時期は結構多くて、クラシックにハマってた時期ですね。なるほど、はい、
え、96はどこで手放すの？結婚するまで持ってたんで、まだまだ結構96はずっと持ってました。はい、もうこれは好きで。結構その、はい、車いっぱい所有する人的には恵まれてるこう駐車環境というか。そうです、そうです。それはちょっとその頃まだ実家に住んでたんで、実家にちょっと車を置けたんで、止め放題みたいな。止め放題税金さえ払えば。そうです、そうです、はい、止め放題みたいな、はい、そんな環境でじゃあいろいろ乗り継いでって、はい、一時期クラシックにハマったと。そうです、はい、でそのあたりで多分結婚をするってなって964とはお別れですね。で964がもう空冷バブルがもうバブってました。ちょっとそうなんだ。買った値段の倍ぐらいで売れましたね、はい、そこからこう、はい、高野店長伝説が。そう、でもそれまでもちょっとありましたけどね。そのやっぱ結婚した時お金もかかるんで、一時期奥さんのずっと車乗ってたりとかした時期もありましたけど、まあ、なんとか奥さんを説得して、で、初めてエアコンがついてる車買ったのがやっぱレンジローバー。あ、そうなんだ、はい、レンジローバーの1個前のちょっと角張ったタイプのスポーツを乗ってました。はい、それはちょっとファミリーカー的な要素もあ、そうですね、はい、あって乗ってましたね。ちょっとなんだろうな結構覚えてないぐらい。じゃあ割とこう短期間でどん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 。そうですね、そこから出て1年に1回の乗り換えのペースでだいたいコロ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 やってましたね、はい。でレンジローバーの次は、レンジローバースポーツ、あと次はカイエンターボ。カイエンターボの、はい、カイエンターボと同時に GL63 も持ってました。 SUV2 台持ってる時ありました。はい、それはもうちょっとこう年齢的にこう車格金額とあれが合わないんだけど、はい、そこはこうやっぱり車屋さんに勤めてるから、まあ、特権もありますよね、うんうん、まあ、その特権もあるし、うん、結局車って差額なんで、うんうん、だその先を見据えて、まあ、リセールがいい車を買えばそんな損しないですから、うんうんうん、だからそういう風に乗り換えしてましたね。もともとずっとあの査定が仕事だったんで、まあそのまあ、在庫期間の間に値段が落ちちゃうとかそんなのあったらダメですからね。だからそういうのを意識して買ってました。はい、まずその車屋さんだからちょっとお得に車が買えるのと、それもあります、それもあります。あと例えばその同じ200万円100万円払うにしても、はいはい、その100万円が数年で0円になるのと、はい、1000万円が900万円になるのと、はい、その期間こういい車乗る。そうです、そうです。結局クラウン買ったって500万円が200万になったら300万落ちるじゃないですか。でも1000万の車買って900万で売れればそっちの方が絶対いいと思うんで、まあ、あとはそのお金が借りれるかどうかっていう。そうです、そうです。それはまあ役得もあるかもしれないですね。はい、まあ、そんなやりくりで、はい、まあ、ちょっと高額な車両を、そうです、そうです、いろいろ乗り継いでって、はいはい、で次はやっぱレンジローバー好きなんで。あ、そうなんだ。そうです。でレンジの、スポーツの V8、うん、オートバイオグラフィーを2台乗って、次がボーグ、ね、とんでもないね。ボーグのロング LWB、はい、乗ってましたね。レンジローバーやっぱ好きです。はい、バグと。それはレンジは何がいい？なんか控えめな感じがいいのと、あとやっぱ内装の質感、あとやっぱ球数が少ないからこそやっぱ意外とリセールいいんですよ。タイミングさえいいタイミングで買えればそんなに損しないで乗れるんで。なるほど。だベンツとか新しいのボンボン出ちゃうとやっぱなかなか難しいですけど、うんうんうん、確かにそっちの方が読みやすい。イギリス車の方が読みやすいですね。なるほど、はい、ベンツ BM なんかだと結構新車からこう最初落ちる金額が大きかったりするので、中古で買ったりすると得だったりするけど。そうです、そうです、そうです。オレンジなんかは割とこうリセールもいつでもいいんで。そうなんです。あんま長く持ってるとやっぱ逆に損なんで、うん、僕はその先が見据えられる1年ぐらいをめどにやっぱ常に乗り換えてますね。損切りするんだったらすごく損切りして、なるほど、はい、最低限、はい、やってます。じゃあこう新しい車をこう全力で短期間でこう楽しむタイプ。そうです、そうです。はい、でレンジが続いて、レンジも続いて、そこからやっぱちょっと、まあ、あのスポーツカーやっぱ行きたかったんで。でもともとスポーツカーがこう964でスタートしてるだけあって、スポーツカーが好きっていうのは。そうです、もうスポーツカー大好きなんで。もうポルシェ畑なんで僕は。あ、そうなんだ、はい、でもやっぱ一番、まあ、嫌いじゃないんですけどあんま好きじゃなかったイタリア車の方に手出しましたね。あ、そうなんだ、はい、で初めて買った、あのエアコンがついてる前提で買ったスポーツカーはグランツーリスモ、はい、全然僕の知らない高野店長、はい、これはあんま知ってる方いらっしゃらないですね。あ、そうなんだ、はい、ほとんど会社にも乗ってきてる。グランツはなんでグランツ買ったの？いや、なんでしょうね、そのフェラーリのエンジンっていうのが憧れて、ちょっと一回音を鳴らしてみたかったんですよね。だ買って、まあ、ノーマルで買ったんですけど車高も下げて、でアルミホイルも22インチとか入れて、ちょっとバチバチに仕上げて乗りましたね、はい、でマセを乗ってて、マセを乗って、でマセの次がフェラーリです。フ
フェラーリ買ったの？フェラーリ買いました。本当に、はい、あくまで家族が乗らないといけないんで、子供2人いるんで、4人乗車がマストなんですけど、そこで買ったのが FF、はい、フェラーリの FF 買いました。すごい車でした。すごい車でした。そうなんだ、はい、4人乗れるフェラーリってことで、はい、そうです。もう他のフェラーリじゃなくて、そうです、もう FF 一択で、はい、一択で、はい、だその頃もすごくあんまり人気がなかったんで、あの意外と安く買えてたんですよ。あ、そうなんだ。で最近やっぱどんどんもう12機と作れないっていう動きがあるから、うんうん、まあ、ちょっと値段もどんどん上がっちゃってるんですけど、うん、いい時期には買えましたね、はい、で今買うと多分買った当時も400万ぐらい高いんじゃないですか。本当に、はい、そんなに上がってんだ。すごい上がってます。だもう作れないじゃないですか、12機と、うん、そういうのが今どんどん上がってるんで、る、ね、はい、そういうのを買ってます。はい、初フェラーリがじゃあ FF なんだ。あ、その前にさ、カリフォルニアも乗ってましたね。本当に。カリフォルニアも乗ってました。でも、うん、1ヶ月ぐらいで売っちゃいましたね。あの4人乗りだから買ったんですけど、うんうん、チャイルドシートつかないんで後ろは。あ、なるほど。だからすぐ売っちゃいました。はい、それも割とこうタイミング的にこう安くなってたんで。そうですね、はい、すごい安い物件がたまたま出てきて、うんうん、で、まあ、買ったは買ったんですけど、はい、なんとびっくり、僕より年下なのにフェラーリを2台も乗っちゃって、とんでもない車両でした。で、それ割と最近だよね。そうですね、そうですね。あと本当に、なんだろうな、ミニクーパー S とかも乗りましたし、乗ってたね、それ知ってる、はい、いじってもらいましたよね。そうですよね、はい、ボルカニックオレンジ。僕の中ではもう高野店長は964の次はもうミニぐらいの、はい、あとは次が、アルファロメオのジュリエッタクアドリフォリオベルデ、クアドリフォリオとんでもないんだよね。はい、面白いです。あれも面白かったですね。でやっぱドイツ車よりもやっぱ安定してます、すごく。リセールも、はい、なるほど、はい、あとは何かあったかな。ちょっとあんま覚えてないですね、はい、そのぐらい。あとは最近ので言うと、最近はさっきちょっと話した、あ、ジープ買いましたよ。あ、ラングラーでしょ。ラングラー、はい、それもジープラングラー、ルビコン、はい、はい、それも、伝説があって買った直後に新車で購入して、で、まあ、登録する前に全部ボンドショップでいじってもらったんですけど、その次の日にオフロードコースに走りに行って、ドライブシャフトとスタビライザーが折れました。そんな使い方する人いる？あんまりいないかもしれないですね。でもやっぱ全力で遊びたいですね、車は、はい、なるほど、はい、ちょっとこう雰囲気を楽しむんじゃなくて、じゃないですね、もう車の性能を全力で体感したいタイプ。はい、はい、なんで、あとはその大きいラングラーの他にも、そのさっき言ったそのジムニーも、あ、ジムニーもまだありますね。まだ今は SJ30 って言って2ストローク、ポンポン言うやつでしょ。そうです、もともとバイクも好きだったんで、うん、ずっとバイクは2ストローク乗ってたんですよ。あ、そうなんだ。そうです、だからそれがちょっとまだ抜けなくて、はい、で今も2ストは持ってますね、はい、ジムニーもすごい値段残るんだよね。残ります。むしろなんか古いやつなんか値段上がっちゃったりとか。そうです、そうです。だから仮に50万で買ってもずっと50万なんで、はい、だからまあ貯金みたいなもんです、うん、はい、なるほどね、はい、そのぐらい車歴的に。そんなもんだと思います。はい、数々のとんでもない車歴が登場しましたけど、基本的にじゃあ割とこう長くずっと、まあ、コレクションというかその、はい、車によってちょっとずっと持ってたりとか、はい、うん、ありますね。だからもう長くてもけどやっぱ基本1年で乗り換えるっていうのは今はやってますけど、うんうん、まあ、そのクラシックカーとかはまた別次元なんで、うんうん、あれですけど、それぐらい乗り換えはしてますね、はい、じゃあもう高野店長っていうキャラクターでいくと、もう車をもう全力で楽しんで、なおかつそのやっぱりその売り買いはやっぱりその職業柄ベストなタイミングで、はいはいはい、そうですね、やってきたし、これからもやっていきたいと、はい、そうです、はい、あとはやっぱ短期なんで、そのやっぱ僕もいじらないと乗れないんで、うん、その最低限どのあたりをいじってっていうことも考えるのも好きですね。なるほど、はい、じゃあノンバーだけじゃなくてカスタマイズの方も、はい、そうですね、いろいろやっていけると。やってます。はい、というわけで今後の車両紹介はじゃあそれを存分に生かした車両紹介っていう形でお届けする感じで大丈夫でしょうか。わ、はい、かりました、はい、ぜひぜひお願いします。話が逸れたんですけど今一瞬、はい、なんと高野店長結構海外研修も、はい、行かせてもらってますね、はい、あ、そうなんだ、はい、もう何年前ですかね、はい、行かせてもらいました。ヨーロッパ行きました。でブラバスクラシックも見てきました。あ、見てきた。見てきました。もう鳥肌、はい、本当にすごいですね。もう新車、それはクラシックハマる前に。もうハマる前、ハマった後です。あ、そうなんだ、はい、
だ日本のレストアとかも結構僕好きでいろいろ見てたんですけど、やっぱその日本とその、まあ、ブラバスクラシックの違いを目の当たりにして本当にびっくりしました、はい、じゃあ結構そのヨーロッパのこの感覚というか、はい、そういうのはチューニング事情だったりとかってもそうですね、実際目で見て、はい、思ってますね本当に。だからこそこれから、まあ、うちもクラシックは強化していきたいと思ってるんで、まあ、そういうのもお店にもちろん並べるかもしれないですし、逆にその僕も輸入担当してるんでボンドの、なのでなんかこういう車が欲しいよとかっていうのあればお声掛けもらえれば、なるほど、はい、何でも輸入してきますんで。じゃあ結構幅広く本当に全力で遊ぶ車も、はい、もう本当に古い車も、はいはい、そうです、そうです、なんかちょっとコレクターズカーじゃないけど、はい、そういう車も、はい、カスタマイズももう本当にトータルでもうバチコイっていう感じで、うん、何でも任せてください。で今ちょっと探してるのがその僕ジープ好きなんで、ジープの V8 が出たんですよね。え、そうなの？そうなんです。だもう70年ぶりぐらいの V8 のジープ、あ、ラングラーなんで、これを今輸入しようとしてます。あ、正規で入ってないんだ。入ってないです。へえ、はい、誰かいらっしゃればご覧くださいじゃあ結構マニアックなこうオーダーというか。そうですね、もう車好きの、もっと車好きが好むような車を、はい、輸入もしくは仕入れしたいと思いますからお願いします。というわけで今回初回は、高野店長の車歴をちょっと聞いてみました。もう数々のちょっとマニアックな車と、まあ、どんだけ変態な人かっていうのは多少ないとも伝わったんじゃないかなと思います。で次回以降は、通常の車両紹介、高野店長視点の、はい、ちょっと以前の土方店長とまた違った多分面白い動画がお届けできるんじゃないかなと思います。というわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして次回から、高野店長との車両紹介、ぜひご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。